はいはい、どうも皆さんこんにちは、キャベツです。今回はね、サムネとタイトルにもあるように5月21日に発売されたヘルブレード2のねレビューをやるんですけれども、このゲームとにかく規格外でした。どういうゲームなのかというと、前作は2017年に発売されまして、当時からレベチのグラフィックで話題になってたんやけど、特徴として主人公がね常に幻聴が聞こえる精神異常者って言ったらいいんかな、精神病患ってるまあみたいな感じなのよ。だからゲーム内で常に幻聴と会話したりして気味悪いんですね。ストーリーとしても鬱展開ばかりでとにかく暗い。 You don't know. She never knows. Pathetic. Idiot. Stupid. Stupid. She thought she could be the hero, but everyone is dead. No one left to save. Everyone. You left it too late. You saved them, but you didn't.北欧神話をベースに描かれているストーリーではあるんですが、まあ、とにかくグロい、怖い、キモいの三拍子も揃っている。それが次世代で出てきたもんやから、さらに磨きがかかって、幻聴はバイナーラル音声になり、演出面もやたらと上手くなっている。だからね、ヘッドホンでやるとマジで気が狂いそうになります。そんなゲームです。そしてまず先に言っときます。定価で買うのはおすすめしない。ゲーパス入って入った日にクリアしろ。理由は二つ。一つ目は、このゲームですね、クリアまでに6時間くらいなのよ。定価で買ったら7000円くらいするんですが、ゲーパス入っとけば1000円くらいでプレイできて、他のゲームもプレイできるんで、定価で買うのはあまりおすすめしません。まあ、このゲームですね、今 Xbox の独占ゲームとしてはかなり押し出してるゲームではあるんですが、日本ではそこまで知名度ないし、広告も売ってないから知らん人多いでしょう。今年の Xbox 独占ゲームはこのゲームとインディーって感じやったから、そのうちの一つが6時間でクリアできるとかマジでイカれてるやん。採算取れるんか怪しすぎる。でもまあクリアした体感としては6時間でよかったね。前作も10時間くらいでクリアできたから別な問題ではないんですが、あの頃とは違って Xbox さんゲーパス売り出してるわけで、こういう対策ゲームは万人受けしてゲーパスに呼び込めるような作品であった方がいいじゃん。でも出てきたの6時間でクリアできて、とんでもなく尖ったゲームなのよ。マジイカれてます。ギッチギチに6時間詰まってたね。詰まりすぎてヘトヘトになりながらからクリアしました。脳内の情報処理フルマックスやからカロリー消費がえぐい。プレイした後腹すきすぎてなんか無の状態で食パン食い漁ってたわ。そして定価で買わない方がいい理由2つ目、このゲームですね、まあウォーキングシミュレーターみたいな感じなのよ。プレイする映画といったらわかりますでしょうか。本作 UI を一切排除されておりまして、探索パートはめんどくさい謎解き、戦闘も変わり映えしないバトルなんよな。戦闘は音楽と雰囲気でクッソ盛り上がるからめっちゃ楽しいんやけど、ただ後半は若干だれる。だから20時間以上のボリュームのゲームやったらそこは低評価になるようなところないんやけど、6時間やから良かったっていうゲームになってます。結果かなり癖強いゲームなので、定価で買うよりゲーパスでプレイした方がコスパもいいし、全然刺さらんかった場合に他で補填聞かせられます。最初から最後まで実写化と見まがうほどの超絶グラフィックで、 UI も一切なく、ヘルプも一切なく、ただただ画面に映された主人公セヌアというおばちゃんを動かすゲームです。ゲームっていうより映画やね、これは。とんでもなく癖強い。デトロイトビカムヒューマンとかライフイズストレンジとかも映画系のゲームやと思うんですけど、あれとは比べ物にならん。画面に一切の UI 表示されないから、初心者ゲームは結構お断りやし、ゲーム好きの中でもこのクッソ鬱なストーリーに耐えられるかわからない、そんなゲームなんですが、どれもが没入感に特化したおかげで没頭してプレイできるようにはなっております。おもろかった。これくらいのボリュームマジちょうどいいわ。今後も増やしていってほしいです。ちなみに現在の世間の評価としては、メタスコア81点、ユーザースコア7.2点、スチームは非常に好評という感じで、結構ね絶妙な評価ではある。前作は87点とかでしたね。私が点数つけるならユーザースコア8.8くらいの感覚ではあります。かなり好きな部類でした。なぜかというと短いからっていうのと、映画的なゲームで精神的なテーマのストーリーやからですね。まあ完全に私の好みです。まあそんなゲームなんですけれど、まあさっきも言ったように、現在リリース初日からゲーパスで配信もされてるおかげで、こんだけクオリティ高いゲームでも採算取れるのか怪しい。チームでも販売されておりますが、マックスの同時接続3900人やからね、めっちゃ少ないのよ。だからほぼゲーパスでプレイしているということになる。ゲーパスの仕組みもいろいろとあって、プレイ時間に基づいて開発会社に報酬あるとか言うけど、このゲーム長くても8時間でクリアできるから、そこまでねなんか報酬入るわけじゃないと思うんですよね。そうは言っても開発会社 Xbox スタジオに買収されてるから問題はないんでしょうけど、直近で言えば単語のようにスタジオ閉鎖とかになる気はしなくはない。なので今回はヘルブレード2のレビューとともに、良かったところ、悪いところ、ゲーパスの問題点と、これからの話もちょっとしようかなと思います。では行こう。開発会社忍者セオリーリミテッドってとこで、忍者ってあるんやけどバチボコのイギリスの会社です。ヘルブレード自体は2017年に初代
回がリリースされました。ここで気になるのは、前作ミプレイでも楽しめんのかい、クソキャベツ頭と思われてる方もいると思うんですが、これに関してはね、やっときゃええんちゃうっていうくらい別にやらんでもいいと思う。ストーリー道中で今までに何があったのかとかはなんとなく描かれるから、雰囲気だけ受け取っとけば問題なく楽しめる内容ではあると思います。はい、そして前作はですね、当時ではかなり色物扱いされていたイメージであります。なんでかっつうと、このゲームのテーマがかなりセンシティブだからですね。大まかには北欧神話のストーリーをベースに、主人公が精神疾患を持ってるというね、まあどんな組み合わせやねんと突っ込みたくなるような内容です。特徴として精神疾患の影響が常にゲーム内で描かれているっていうところが挙げられます。道中で幻覚や幻聴に悩まされる様子が描写されたり、映像もなんて言ったらええんやろね、幻覚剤ぶち込んだ人が見るような幾何学模様だったりがたびたび出てくるので、プレイしてるだけでぶっ飛びそうな内容になっております。詳しく言うと、これは精神疾患というより、まあそれに近い何かで描かれてるって感じのあるんやけど、プレイヤーとしては精神疾患なんかなって思っちゃうような描き方にはなっている。そして開発会社の忍者セオリーは2018年にマイクロソフトに買収され、 Xbox ゲームズの子会社になっております。前作は約20人という小規模で開発されましたが、今作は80人が関わったらしいです。というてもやで、これで80人っていうのがえげつないのよね。ボリューム感が6時間くらいやから、まあ80人の開発っていうのが説得力増してるけど、言うてもよ、これを80人で作り上げるのは異常すぎる。ちなみに前作の開発背景も面白いことになってて、ヘルブレードは2014年に AAA としてまず企画されて、パブリッシャー回ったらしいんですけど、パブリッシャーとしてはさすがに無理っすわと門前払いを食らいまくってたらしい。理由としてはまず実績がなかったこと、当時はサンドボックスないしオープンワールドであることや、ダウンロードコンテンツやシーズンパスのプランがあること、メタクリティックで85ポイント以上取れることなどの条件があって、それら一つも該当しない忍者セオリーはパブリッシングを受けるまでにかなり時間がかかったようです。今考えたらメタスコア85とかハードル高いと思えてしまうよね。だって UBI とかやったらギリギリやん。だからかなり開発難航しかけたんですが、最終的にインディーズゲームと AAA タイトルの間、インディーズ AAA で作ろうとかよくわかんないこと考えたって、10億円という小規模予算で開発されたんですよね。10億円と聞いて思い出すのはパルワールドやね。あのゲームを10億円で作って、これ爆死したら終わりやでって思いながら発売した、爆売れしたっていうパターンらしいです。そんなこんなで開発された前作ヘルブレード、10億と聞くとしょぼいゲームなんだろうと思われがちですが、前作の時点で半端ないクオリティでした。アンリアルエンジン4を利用して作られた世界は当時のゲームの中でもトップクラスのグラフィックスで、今作でも引き継がれている精神疾患の描写もまあ秀逸で、発売後3ヶ月程度で損益分岐突破して利益出し始めたことから、 Xbox が目をつけて2018年にスタジオを買収。買収した理由として、 AAA マシンから自由になり、収益化ではなく体験に焦点を当てたゲームを作りたいと述べています。まあそんなこと言うて買収した単語やらが閉鎖させられてるんで、忍者セオリーもどうなるかもわからない。ただまあ今作ヘルブレード2も本当にね、体験に焦点を当てたゲームにはなっておりました。話は戻って、今作ゲームジャンルとしてはアクションゲームであるんやけど、映像クオリティが高いおかげでゲーム性を何段階も引き上げているという稀有な作品になっています。映像美はねほんまにえげつない。何度もこれ実写やんってつぶやくくらいには綺麗です。今作から開発エンジンがアンリアルエンジン5となり、できることが増えたおかげで、もともと持っていた開発側の技術力がとんでもない方向には向かっております。例えば崖の上に海鳥がたむろしている場面がありますが、この海鳥たち実はうんこしてて、このうんこ専用の開発ツールで調整されているらしい。そのおかげでしっかりとしたパターンから適切なうんこの散布を調節できるようになったとのこと。一体どんなところに技術力を使っているんだと言いたくなるし、なんかファイナルファンタジー15のおにぎりバイアスさんを彷彿としてしまう。こんな誰得技術が使われているということを除いても、本作の映像美はめちゃくちゃすごい。見ての通りセヌアさんが顔面モーションキャプチャーしたおかげでヌルヌル動くのはもちろんのこと、背景の一部を切り取ってもまあ綺麗。現段階で発売されているゲームの中ではトップクラスと言っても差し支えないです。ただね、ちょっと引いてみるとセヌアさんマジで顔面ヌルヌル動きすぎてちょっとキモいっていうところあるのよね。これがクソ美人のキャラやったらもう最高やったんやけど、まあご覧の通りセヌアさんね、絶妙な顔してるんで何とも言えない気持ちにはなるようで、その分ね世界観がちゃんと作り上げられてるっていうから非常にいい感じではあります。とにかくこれを80人で作ったのはえげつねえとしか言いようがありません。はい、このゲームはストーリーを見るゲームです。映画です。ゲームじゃなく映画としてプレイしてください。収集要素とかもあるっちゃあるんやけど、それが主人公の能力値にガッと関わってくるわけではないので、実質一本道のストーリーを淡々と進める感じになってます。結論から言うと、このゲームのストーリーは絶望、鬱、恐怖です。
もうこれ基本ずっと叫び声とうめき声が聞こえてて、そこに幻聴という精神疾患がプラスされるので、まあこれね、結構やむよね。ラスアス2とかも相当やむゲームやけど、ちょっとレベル違う。果てしなく暗い。そこでちょっとだけ光が差すシーン、希望を享受するかのようなシーンが来るとめちゃくちゃ感動してしまうような設計になっている。メリハリが極端すぎて、なんかねこっちもメンヘラ女子になった気分にさせてくれるようなゲームです。でストーリーは傑作っていう感じではなく、なんかおもろい映画やねっていうイメージで、映画 .com で行けば点数 3.4 くらいな感覚やね。好きな人はすげー好きで4点くらいつけそうなやつ。ストーリーはぶっちゃけ前作の方がおもろかった。まあでもこのゲームはグラフィックスが特級クラスなだけによく見えるっていうのはある。なので脚本だけ見れば引い出たものは特に感じませんでした。ストーリーの内容としては前作から地続きにはなっているので、前作プレイしていないとたまに頭はてなになることはあります。だから2からプレイされる人のために前作の内容を説明しとこう。前作の登場人物はまず主人公のセヌア、それと恋人のディロンで、セヌアの父ジンベルと母ガレーナです。主人公らはケルト人で、ケルト神話の中に生きている人間。ケルト人は北の民にたびたび襲撃され、焼き討ちに遭い、奴隷として捕らえられ、北の民が信じる北欧神話の神々への供物として虐殺されてたんですよね。えげつない。まあその中でセヌアの恋人ディロンさんが生贄にされてもうたんですよね。だから神々に囚われている魂を救済しますみたいな、ディーグレイマーみたいな感じで立ち上がるんやけど、そのタイミングで心の中の声が聞こえてこんない。まあ厳密に言えば過去のセヌアさんの声だったりするんやけど、まあその声がね絶えず聞こえるようになります。ちなみにこの精神疾患について、開発元はこのテーマについて自分が無知であることに気づくのにそれほど遠くまで調べる必要はなかった、精神病を適切に描写するために精神病の経験とそれが人間の心に与える壊滅的な影響を適切に捉えるために、世界をリードする神経科学者やウェルカムトラストなどの非営利団体に相談した。病気はそれらの経験が苦痛を引き起こした時に発症する。回復とは幻覚を治すことではなく、幻覚と共に生きる方法を見つけることであることが多い。それは私にとって啓示だったと、かなり深いこと言うてるんやけど、確かにねゲーム内それを感じるようになってます。セノアさんは絶えず聞こえる声に対し結構嫌悪感抱いてるし、道中では自分の声が自分を罵りまくるから精神的な死も経験するわけなんですが、さっき言ったようにそれを受け入れて共存することでセヌアが成長していくというカタルシスを描いていたりもすんの。そして前作は最終的に過去のセヌアが消えて今のセヌアの物語がようやく始まるみたいな、俺たちの戦いはこれからだエンド的な感じで終わるんやけど、今作はですね奴隷の解放のためにわざと奴隷商人に捕らえられてアイスランドに行くことになります。だから前作に比べて神々云々の話があまりない。まああるっちゃあるんやけど、ユグドラシルにまつわるような話はあまり出てこないので、神話っぽい部分は少なめですね。巨人とかは出てきます。細かいところ見ていけばあると思うんですが、私みたいな神話物語パンピー野郎が見たところでわからないくらいの神話ネタでした。ゴッドオブオーみたいな神話物語を求めてプレイし始めると肩透かしは食らうと思う。で奴隷船乗ってたところ嵐で船が破壊され、セヌアさん海岸に打ち上げられます。もうそっから幻聴が始まりますね。右から左に、左から右に声が聞こえるんで、まあ気色悪い。これらの音声すべてバイノーラルで録音されているので、ヘッドホンしてたらねもうすごいことになる。探索するときもストーリーの会話パートでも幻聴が起こります。こいつは信じられないのか、いや信じられない、待ってそういえばあれはどうなった、この洞窟は恐ろしい、光を求めて歩け、そうだ光だ、光を絶やすな、みたいな感じで、もうなんやろな、ゴラムって言うたらわかるかな、愛しい人と会話してるゴラムみたいなもんです。ただ前作と比べてこの幻聴かなり説明口調にはなってるのよ。探索してるときにここに行けとか、これはこうしろみたいなこと言うてくれるんで、ゲームの進行としては結構ありがたいけど、前作のような物語の事柄を情緒的に話す声ではなく説明主体になってるおかげで奥深さは若干下がってる気はするね。とは言うてもやはりこの声があるおかげで UI 表示なしでもなんとかなるっていうことはある。このゲームはマジで UI 一個もないので、序盤はあらゆる行動を手探りで覚えることになります。必要な操作は移動とアクションボタンくらいですね。戦闘時は多少コマンド増えるけど、スキルとか必殺技とかもないんで難しいもんではない。とにかく画面の情報を消し去っているおかげで分かりにくい部分もやたらとあるけど、その分没入感は凄まじい。最近の AAA ゲームって UI 排除する傾向にはあるけど、全削除するゲームってなかなかないじゃん。やからこのゲームね、前作も今作ももう UI ないの。プレイし始めの時マジで戸惑うし、グラフィック綺麗すぎるか、これ俺自分で操作している画面なんすかと感動はできます。やから初心者ゲーマーだったりストーリー没入型のゲームが好きじゃない人には絶対おすすめできない。あとこのゲームの探索パートでは謎解きが適度に用意されていて、ゲーム内アクションのフォーカスを使用することでマップの形を変えて奥に進むというものがあったりしますが、これも最初どうやるのか意味不明だったりするので、 UI 排除による恩恵は多大でもゲームとしての不親切さは出てきてます。一長一短って感じないけど、今作は短所が本当説明不足くらいしかないので、これはこれでやっぱりいいと思う。でストーリーの流れとしては、奴隷主の兄
敵をぶっ倒してポルガルビキっていう居住地に連れてってもらうんですが、その道中で人食い族のドラウガーが襲った集落が出てくるわけよね。そのまま奥に進むと突然巨人召喚されて逃げることになるんやけど、まあこの演出がすごい、怖い、とにかく怖い。 BGM を秀逸で民族系の音楽からシネマティックの壮大な音楽まで幅広く用意されていて、ここぞという時にバチバチに盛り上げてくれるから脳汁が溢れる溢れる。またうつゲーというところもあって、前作よりもセヌアの内面を描いてる感はあって、亡霊と化した父親の声だったり幻聴の声は以前よりも回数が多くなり、基本セヌアさん苦しんでます。だからマジでね、これ病みそうなんのよこのゲーム。奴隷の人たちも虐殺されてたり生贄にされてたりすることで憎悪が溜まって、それが幻覚として現れるんやけど、まあ叫び声うめき声が飛び交うからやむにやむね。カットシーン中も人ぶっさぶっさ刺されて消えていくんで、この世界に救いはないなと思わされます。戦闘中もずっと叫び声あるからね、このゲームプレイするとカロリー消費がえぐいです。とにかくギッチギッチに6時間詰まってたから、映画の見どころシーン一生流されてるみたいな感覚になるのよ。またカットシーンのそれぞれもシームレスな動きになっているので、カットが入らず見入ります。結構ゴッドオブオーっぽいですね。カメラが引きで遠くになっていったって思ったら、もやがかかって突然場面展開とかあったり、そして戦闘は高速攻撃、強攻撃、ガード、パリ、回避、フォーカスって感じの組み合わせ。基本的な動き見ながら高速と強攻撃入れておいて、攻撃来たら回避、あるいはパリ、ガード、それら繰り返してたらフォーカスたまあるんで、発動するとスローモーションになって攻撃叩き込み、ほぼこれで勝てる仕様にはなってます。戦闘自体はそこまで面白くないんですが、演出と BGM 他サウンドデザインが秀逸すぎるんで没入感高い。まあこんな感じで、とにかく没入感がすごいゲームです。ギッチギッチに詰めた6時間になってるんで、6時間くらいすぐにクリアできますやん、楽勝っしょって思いながらプレイすると最後ヘトヘトになりますね。悪かったところ、まず1つ目、まあこれ悪いっていうか賛否両論的なとこはあるんやけど、体験型すぎてゲームの内容の進化をあまり感じない。ゲームの続編ってそのシリーズのアイデンティティさえ踏襲しておけば十分という部分はあるんですけど、例えばバイオならゾンビ出して抗体持ってるやつがどうのこうので、ファイナルファンタジーならクリスタルにまつわる話のような感じでっていう風にやっておいて、グラフィックとかを向上させておけばもうそれはそれで進化だよねって言えると思うんですけど、それでもこのヘルブレードは前作から発売されて7年経っているわけで、その7年間で進化した部分はグラフィックと演出面だけっていう印象ではある。まあこれはね、 XBOX が忍者セオリーを買収した理由でもある。収益化ではなく体験に焦点を当てたゲームを作りたいっていう理由がほんまに体現化されてるなと思った。環境、キャラクターのモデリングとアニメーション、視覚効果、照明の細部へのこだわりは脅威そのものなのよ。バイノーラルオーディオも没入感ぶち上げてくれるし、サウンドデザインもピカイチ。体験に焦点を当てたおかげでほんまに没入感すごくてめちゃくちゃおもろかったんやけど、ヘルブレードとしての進化はもうちょっと欲しかったなっていうのは前作プレイ勢の個人的な意見。その理由として、まず戦闘一見めちゃくちゃクオリティ上がってそうに見えるけど、それは視覚的な話であって、プレイ感は明らかに前作の方が良かったかな。なんかね、コマンドが多分シンプルになってんのよね。前作プレイしたの結構前やから曖昧なんですけど、もうちょっとやりやすかった気はする。今作の戦闘は結構ね、反応遅いイメージがあって、あと1対1の戦闘固定になってるんで、その分集中して戦えるのはいいんやけど、次の敵と戦う流れが一辺倒になってるんですよね。めちゃくちゃ演出こだわりまくってんのに、なんかそういうところシステマチックなのは残念である。あとフォーカスが強すぎるので、ガードしまくってフォーカス発動倒すの繰り返しになってしまいます。バランスはちょっと悪い。まあこれこそがヘルブレイドなんやけど、そんなこと言うたらさ、これがドグマや言うて出してきたドグマ2もあかんってなったから、やっぱこれはこれで進化は必要だったんだろうなと思う。謎解きは単調、まあそんな言うほどでもないんですけど、謎解きはちょっとおもんなすぎて途中投げ出したくなりましたね。謎解きのレベルもそうなんやけど、あとセヌアさんの歩くスピードが遅いっていうのも若干のストレス要因にはなってる。今作の謎解きパターンは2つあって、1つは道中突然幾何学模様が出てきて進行方向を塞がれるので、その辺からマークを探せっていうものですね。空中に水が浮いているので、そこにフォーカスすると地形の一部が消えて、またもう一回フォーカスすると元に戻るっていうギミックを扱っていく謎解きになってます。これがまあ面白くはない、面白い面白くないを言うのはお門違いなゲームではあると思うよ。雰囲気は世界観にマッチしてるから、ね、ただこれもうちょっとなんかできやんのかなって思いながらプレイしてた。セヌアの胸中のカットにも関係するもんでもなく、ストーリーの都合上必要なもんでもないからね。ただ間延びさせるための施策にしか見えない点で、私はやっぱあんま好きじゃない。グラフィッククッソ綺麗やし、演出かっこいいからなんとかやってたっていうところが強いです。3つ目、
クラッシュ。私ゲーバスでやってたんですけど、ひどい時で5分に1回クラッシュしました。クラッシュせずに最長プレイできた時間は1時間半でした。だからこんだけクラッシュするってやばくないと思って、 Steam とかの評価見てもなんかクラッシュの報告あんまなかったから、おそらくこれは私の PC の問題かもしれません。はい、ではここで世間の評価を見ていきましょう。グラフィックはとても綺麗、ゲームというよりかは映画に近いかも。ひたすらマラソンなのでちょっと退屈になります。アクションゲームだと思って買うと肩透かしを食らうので、前作を知ってる人のみにおすすめします。8時間でクリア。ゲーム内容は前作と変わらず、説明も不足しているし親切なゲームではない。ただただ単調なアクションに分かりにくいパズル、道中はそれくらいの崖や壁くらい乗り越えていけよって思うシーンも多々。これだけ聞くとマジでクソゲーなんだが、映画や映像作品が好きならぜひおすすめしたい。ヘッドホンでプレイすることを強く推奨されており、音響にはかなりこだわっている印象。配信や動画サイトで視聴するだけでは感動は得られないと思う。ぜひ自分で体験してみてほしい。リプレイ性は皆無と言っていいが、よくある類の収集ものはあり、という意味で言うとほとんどのプレイヤーにとって定価での購入は控えた方がいいかと。ウォーキングシミュレーター好きやアドベンチャーゲーム主体の方には強くおすすめしたい。このゲームが短いと批判する人は、このゲームがプレイヤーに精神病を患っている人の気持ちのヒントや感触を与えて、忍者セオリーがそれを可能な限りリアルに見せるためにどれだけの努力をしたかを知るべきです。これまでこれは彼らがどれだけ努力をしたかを示しています。ゲームプレイ、サウンド、ビジュアルがこのゲームの真骨頂です。アニアルエンジン5ゲームであるのにもかかわらず、チームは他のゲームと比較して最適化に関して素晴らしい仕事をしました。このゲームのハイライトはフォトモードです。とても素晴らしい。この製品はむしろ映画であり、語られる物語です。このゲームには歩く、這う、話す、そして同じタイプの3から4つのパズルを解くこと以外に何か欠けています。しかしここには私たちが愛するスカンナビアの雰囲気があります。残酷で汚く、雪と雨と血に覆われています。ここにはアーティストとデザイナーによる素晴らしい仕事があり、物語、ゲームプレイ感のシームレスな移行は私が見た中で最高のものです。戦闘は3つのボタンで行われますが、ここでは前作の部分とは異なり、全ての戦闘が敵と1対1で行われます。演出は全て優れています。という感じで概ね好評ではあります。この時代に出てきたゲームの中では終作といっても差し支えないレベルではあるよね。やけど神ゲーかと言われるとまあ分からんけど、俺だけが楽しめる最高のゲームっていう感じの一種ではあると思う。ところどころアラはあるものの、コンパクトに収めたことでアラがアラになりすぎない段階で終幕するので、非常によくできた作品にはなっております。グラフィックもさることながら演出もピーカイジなので、プレイする映画として楽しむならこれ以上ない一品。気になった人はとりあえずプレイしてみるといいと思います。はい、最後にですね、このゲーム再三取れるのかという話をしていこうと思うんですけれども、現時点でこのゲーム爆売れしてるっていうのは絶対ないと思うんですよ。発売前にかなり注目されてた作品ではあるのは確か。 YouTube に上がっている動画の全てを見れば再生数かなり高いし、発売前に公開されていた動画も数十万回再生はされているので、めちゃくちゃ売れてないゲームやんっていうくらいにはなってないと思う。ただそれでも Steam の同時接続3900人なので、このゲームをプレイしている大半の人は Xbox でプレイしているというコードになる。現時点で Xbox ゲームパスの人口はかなり増えてるみたいなんですが、その分 Xbox のゲームが売れているかというとまたそれ別問題。ゲーバスの仕組み的に最近は対策ゲームをリリース初日にゲーバスのサブスクに流すっていうことがあるから、まあ普通に考えたらさ、定価で買うやつってバカじゃんってなんじゃん。だってゲーパスって月1000円くらい払っておけば新作も過去作もプレイできるからなんですよね。だからこういうめちゃくちゃクオリティ高くて金かかってそうなゲームがゲーパスに出てきてプレイされても、 Xbox に恩恵があるのかと言われるとそれまた別の話になってくると。ただそこに関して Xbox さんはこのヘルブレードについて体験を焦点に当てたゲームであるっていうのを言うてるから、そこまでねもう収益は考えてないと思うんですよ。とりあえずすごい体験させて Xbox はこういうゲーム作れんだぜみたいなプロモーションの一つやと思うんやけど、にしてもこれくらいのクオリティのゲームはやっぱ売れるべきなんじゃないのかなと私は思ってしまうのよね。このゲーム作った会社は Xbox スタジオに買収されてるからええけど、これが買収されていない状態でゲーパスに投入されてたらかなり痛手にはなると思うんですよね。ゲーパスに新作ゲーム投入するのはちょっとなんか控えた方がいいんじゃないと思っちゃうよね。まあそうなるとゲーパスの良さはまた消えてくるから問題ではあるんやけど、ヘルブレード2みたいなゲームを作れる会社は本当 Xbox に買収されないと Xbox 独占として出すような気になれないと思うんですよね。だって普通に考えてゲームなんか定価で売って買ってもらった方がいいわけじゃん。最近ではプレステのゲームは最初に独占で PS5 に出してその後 PC に出すみたいな次元的なことをやってるから、ああいう感じでやった方が Xbox にゲームを出そうという気にもなれるかもしれへんし、それによって Xbox も盛り上がるんじゃないのかなと思うんやけど、まあその辺の実情はね結局内部でしか分からんから、私がどうのこうの言ったってしゃあないとこあるんやけど、やっぱヘルブレードプレイさせてもろた感じからするとやっぱねこういうゲームはちゃんと売れて叱るべきやと思うから、なんかこんないいゲームをゲーパスで初
日でリリースするのはどないやねんとは思いましたね。まあ皆さん的にどう思われるか、その辺コメントよろしく。はい、ということでいかがだったでしょうか。ヘルブレード2、めちゃくちゃすごいゲームでした。6時間というゲームプレイの中でなんかね、もう息つくとこがない。アベンジャーズで言うたらみんな集結して戦い始めた頃のやつをずっと6時間ぐらい見せられてるくらいのテンションなので、まあめちゃくちゃ疲れた。めちゃくちゃ疲れた分、最後放心状態になって余韻がすごかったね。最近のゲームはムービーゲーはクソだとかよく言われますけど、本作に関してはそれを突き抜けて追求したゲームにはなってたので、これはこれでいいなと思わされましたね。やっぱりだからこういう映画的なゲームであるとか、アドベンチャーゲー好きな人はプレイしてみて損はないと思う。前作未プレイでもある程度楽しめますし、2が面白いと思ったら前作またプレイしても全然いいと思う。今プレイしてもね、かなりグラフィック綺麗なゲームやから、そこまで違和感感じるようなことはないと思います。はい、ということでヘルブレード2のレビュー以上となります。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、ツイッターなんかもやってるんで登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。キャベツでした。ほなまた。子供の頃からゲームを愛してるゲーマー、女性蔑視と女性軽視、それより打ちたい皇帝ペンギン、午前0時みんな分かってた、それでも避けてた、尿路結石のようにじくりと痛む、高校生年金の支配のように蝕む心、やるしかないな、ツイッターで平等生成一批判ポリコレ推進、そこにやられた緑のクソ頭フェミニストとアニタポリコレついフェミ全部まとめて、それらを追撃結果生まれたチャンネル登録だからこそ、ここにユーミンがアビーに恋してる。